はい、皆さんこんにちは。アイジャで生き抜いてますケイちゃんです。今日もですね、見てご覧になっていただける通りですね、ワイシャツです。今日も平日ですので、帰ってきてすぐにねこの動画を撮っている次第です。ちょっとやっぱりねこの動画も早くね、撮りたいなと思ったんです。でですね、内容的には、サムネイルをね、ご覧になっていただいたので大体わかると思うんですけども、例の、先月末のですね、永宮殿下のお誕生日会見じゃないね、お誕生日録画と、今現在もですねその経営庁のホームページで出てるような実際のその、こういうような内容でしたよって出てますよね。それに関して、非常にアメリカの代表的なメディアのですねワシントンポストが具体的に英文にズバ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 ーと書いてですね、出ておりました。でね、内容的には確かにねその例のですね、YouTube なんかで出てますけども、その26、27分ぐらいの、YouTube のね、ビデオなんかが出てますけど、それと内容的には同じなんですけども、やっぱりねこの英文のそのなんていうのか、このダイレクトな英文の表現でこれをバッと書かれるとですね、なんかねちょっとやっぱり日本人としてはねちょっとね、私のあくまで試験ですけども、非常になんかちょっとね恥ずかしいかなっていう気がするんですね。というのは、お分かりの方はお分かりだと思うんですけども、英語の表現ってすごくねダイレクトな表現なんですよね。日本語みたいこのね湾曲なっていうかですね、このぐるぐるぐるっと回るような表現じゃなくて、ズバズバズバっとストレートに言うような表現なんで、これだけですねパッとですね英文で読むと、なんか2600年2700年続いているですねその日本の高騰というかですね、それに関して非常にやっぱりね一日本人としてはなんか恥ずかしいというのは、こんなことなかったんですよ今までね。それをね、ちょっとこれから読みますけども、解説しますけども、もうなんかねやっぱり今回のこの永宮殿下の発言イコールですね、すなわちもう日本の皇室とそのメディア、もしくは日本の皇室と国民がね敵対しちゃってるみたいなね、そんなような表現にも取れるんですよね。なのでちょっとねこれはね嫌だなって感じですね。正直に言うと嫌だなって感じ。それってやっぱりなんかちょっと恥ずかしい、やっぱりこんなことあってはならないというような感じです。ちょっと内容こんな感じなんですよね。ちょっとね読んできます。最初のまず 4,5 行読みますね。Japanese Crown Prince Akishino has criticized the media coverage of the daughter Marco's marriage and slammed internet commenters for writing particularly terrible things about her and her husband in unusually candid comments from a member of Japan's royal family. これだけ読んでもね、非常に嫌だなっていう感じですね。どんなこと書いてあるかっていうと、日本のですね孔子殿下で、永宮孔子殿下がそのメディアの報道に関してもう批判したと、批評したという表現に最初になっております。で、何に関して批評したかっていうと、恵美子さんですね、自分の娘の恵美子さんの結婚に関しての報道に関して、批評を下しました。どういうふうに批評を下して、なおかつですねそのインターネットのコメントに関してですね、ズバッと切るというかですね、そんなような感じで、批判しましたと。で、具体的にはですね、その自分の娘の恵美子さんとその、旦那、要は KK 息子に関してですね、パティキュラリーテリブル、もう非常にね、もうひどいと、特にひどいといったような、感じで書かれているような、そのコメントに関して批評をしたっていう話なんですね。で、それがですね、ちょっとね、やっぱり気になる表現というのは、一番最後に書かれてた、日本のロイヤルファミリー、すなわち日本の皇室のメンバー、そうですよね、永宮殿下ですから、日本の皇室のメンバーから、非常に、unusually、すなわちですね、非常に稀なというか、非常にこんなことはない、普段はこんなことない、ような、非常に率直な意見というかですね、そんなようなコメントとして、出されていると。要は日本の孔子殿下がですね、非常に率直な意見として、この日本の、報道機関から出されているコメント、もしくはですねインターネットのコメントに関して、批評をしたというような表現になってて、
その後、まあちょっとね、英文はもう読まないけど、要はですね、そのカップル、すなわち、KK 夫妻ですね、KK 夫妻はそういったような、実際のですね、批評というかですね、その批評の嵐にあって、実際にその結婚を反対している人たちはですね、その結婚に対して、まあ寄ってたかってというかですね、まあ反対意見を押しのべたというようなことが書いております。で、その下はですね、まあ真ん中辺なんですけど、 Marco experienced symptoms of post-traumatic stress disorder in the wake of the barrage of negative commentary her doctor said、要はですね、例のね、秋山医師ですね、秋山医師が言ってた内容として、まあ、M子さんに関してはですね、ちょっと待って、見なかった。M子さんに関しては、実際にですね、その非常に批判的なコメントの嵐にあってですね、まあ、実際に PTSD を発症した。そういったようなことが原因で、M子さんは PTSD を発症したというようなことを、彼女のドクター、すなわちこれ秋山さんですね、秋山医師が言ったというようなことがなってます。でね、その下がね、この一番最後の2行。ちょっとこれだけ読みますけども、The royal family should develop protocols to combat coverage it viewed as incorrect in the future, he added. これはもうまあね、そのエヌミア殿下が言われたことをそのままズバッとですね、英語の表現でダイレクトに言ってるだけなんですけども、これをやっぱり、ね、そのまま見るとね、これってやっぱりどう考えてもですね、皇室ともう国民もしくはメディアがですね、特に皇室とメディアがもうね、なんかこれからね、戦うぞみたいなね。まあメディアイコール国民の声でもあるわけですから、皇室と国民が戦うぞみたいな、そういうような表現になってるんですね。要は、英宮殿下が言われたような言葉としてですね、要はロイヤルファミリー、要は皇室が、皇室としては、まあ、これから将来においてですね、実際に正しくなかったようなですね、と思われるような、そういうようなカバレッジ、すなわち報道に関して、戦う、コンバットですから、戦うですね。戦うためのその準備作り、プロトコルってのは要はその、まあ、実際の手順だとか準備とかですね、そんな意味ですけども、そういう戦うためのですね、そういった手順を作り上げなきゃならないというようなことを孔子殿下が付け加えて言いましたというような話なんですね。だからまあ内容的にはもう皆さんご存知の通りですね、あの例の英宮殿下が、まあ言われていた、もしくは経理長が出してるですね、その内容通りなんですけども、やっぱりこういったようなことがね、ズバズバズバと直接的な表現として英語でズバッと出されると、これ私のあくまで試験ですね。私もまあ英語のもちろんですね、英語は母国語じゃありませんから、あくまで母国語は日本語ですからね、英語はあくまで第二言語、第三言語ですので、ただおそらくね、私の試験、私の想像になっちゃいますけども、これをね、例えばアメリカ人とかイギリス人とかオーストラリア人とか、そういったような英語がネイティブの人がこれを見てね、受けるのは、あ、これってなんか知らないけども、日本の皇室とメディア、もしくは日本の皇室と国民がもうこれからなんか戦うのみたいなね、そういうような表現に見えちゃうんですよね。特にさっきちょっとね、最後で、ちょっとご紹介しましたね、コンバットなんてね、コンバットカバレッジ、要はもうそういったような報道とこれから戦うんだみたいなね、正しくないような表現と戦うんだ、そのための準備をしますって、手順を整えるべきだというね、そういったようなことをロイヤルファミリーが、そういったことをすべきだというようなことを、孔子殿下が付け加えて言いましたっていう表現なので、これをそのまま見るとね、もうなんかね、日本のメディア、もしくは日本の国民と孔子家というかですね、要は、皇室がですね、これから戦うのか、うん、2600年、2700年続いてですね、もう海外からはもう非常に神秘的なね、ロイヤルファミリーと国民がですね、こうやって寄り添ってですね、非常に、そういったような非常に長いですね、世界にも類を見ないような歴史を築いてきたこの王室と、皇室がですね、なんかこれパッと見るとですね、これから戦うのみたいな表現になっちゃってる。これはね、なんかちょっとね、嫌だな。まあこれはあくまでもね、私のね、個人的な感想です。これを読んだ時の個人的な感想ですけども、これ非常に嫌だな、みたいなね。
感じを受けてなりません。ちょっとね、このワシントンポストが書いてた内容、ちょっとね、私もこうやって継ぎはぎでね、つけたような内容なんですけども、特に皆さんにお伝えしたかった内容をちょっと継ぎはぎしてね、作りました。で、まあ、皆さんもそうだと思います。私もやっぱりこの部分に注目したんで、特に皆さんも注目されるんじゃないかなと思ってね、作ったような表現ですけども、いずれにしてもワシントンポストがこういうような内容で、昨日かな、一昨日ぐらいに、ズバズバーっとね、出してました。何回も申し上げますけど、内容的には確かにエヌメア殿下が言われた内容ではあるんですね。ただやっぱり日本語の、毎回ね、私言わさせていただいている通り、日本語のこのね、どっちかっていうとこういったね、婉曲的というかね、なんか湾曲的というか、なんかちょっとぐーっとね、回るような表現と、これって日本語独特だと思うんですね。それと、やっぱり英語ってのはとにかくね、ダイレクトにズバーってなっちゃうんですよね。その英語のズバーっと言われた表現、特にさっきちょっと申し上げましたように、コンバット、戦うとかですね。あとはね、なんだっけな、パティキュラリーテリブル、もう非常にひどい話だとかですね。もうクリティシズムって、これね、批評って意味ですけどね、そういったような言葉が、もうとにかく、孔子殿下の口からそういうようなことが批評したとかですね、もう非常にひどいとかですね、これから戦うんだ、みたいなね、戦いの準備だ、みたいなね。ちょっとね、ないよなっていう感じですよね。ちょっとね、私もやっぱり60年間生きてきて、この日本の皇室と、この実際のですね、まあこれは一応、標的はメディアになってますけど、まあメディアって結局国民の声がね、が集合されて、そのメディアの声になってると思うんで、皇室とメディアもしくは国民がなんかこれから戦うのみたいな表現、嫌だな、非常に嫌だなって感じですね。ちょっと皆さんはどのように思われるでしょうか。いずれにしてもですね、ワシントンポストがそういうような表現で報道を出してました。またURL 貼っておきます。概要欄にですね。結構バーッと長い文章ですので、まあ、ご覧になっていただければなと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。それではまた。バイバイ。これからご飯です。バイバイ。